定番の上に固定されたジグ類。図は、パイプフレームを組む際に用いたもの。定番とジグを組み合わせて、パイプを位置決めし、溶接などで接合する。ジグ、ジグは、加工や組み立ての際、部品や工具の作業位置を指示、誘導するために用いる器具の総称。ジグという日本語は、道義の英単語ジグに漢字を当てたものである。日刊工業新聞社官。 機械用語辞典によると、次のように説明されている。ジグジグは当て字。工作物を固定するとともに切削工具などの制御、案内をする装置。主に機械加工、溶接などに用いる。これによっていちいち毛きする手間が省け、加工が容易になり、仕上がり寸法が統一されるので、作業能率を増し、大量生産に適する。日韓工業新聞社官。 機械用語辞典これ以外に、ジグという言葉は、いろいろな分野で使われている。例えば、ト金業における薬液につけるための器具、熱処理業においても焼きムラを防ぐための器具、化成品を組み立てるための木型等が挙げられる。しかし一番よく意味するところは、辞典にあるように、金属を削る時に必要とされる装置である。また、ジグとよく似た意味で、取り付け具という言葉もある。 取り付け具部品加工の際、工作物を加工できるように機械に取り付ける装置。実際的には、ジグと混用することが多い。同時点抜粋ジグを導入するメリットは、同一形状の製品ならば高度な熟練技術を用いずとも、製品のばらつきを最小限に抑え、迅速に大量生産することを可能にする点にある。一方で、多品種少量生産においては、 多数のジグが必要になり、ジグ自体の生産コストによるデメリットがメリットを上回るケースも存在する。現代では、金属加工以外の分野も含め、位置決めを行う器具や工具そのものに対して、広く用いられるようになり、定義が拡散しつつある。ジグは、英語のジグに,に由来する当て字である。英語のジグが、工具の位置合わせ、案内機構だけを意味しているのに対して、ジグは、 工具の位置合わせに加えて工作物側の位置決めと締め付け固定するための道具、部品類も含んでいる点で、両者は異なる。取付具は工作物側の位置決めと締め付け固定するものであって、工具の位置合わせ、案内機構を含まないので、日本語の取付具と英語の時具を足し合わせたものが、時具と言える。以下に主要な時具を示す。ヤグという動きが多い。ヤは、 金属を溶かす、いるという意味であって、読みは、やという音読みしかない。AB 運の国秋、ジグ、取付具基礎の基礎、日刊工業新聞社、2008年12月28日、初版第一冊。ISBN9 兆7845億2 6 0六万1738。ありがとうございます。